お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですねこちら30日でホグライドを極める企画22日目やっていきたいと思います。というわけで今シーズンはちょっとボムタワー型のアチャホグが流行るんじゃないかなと思ってたんですよ。ロイフが強化されたんでね。で一瞬使われてたんですけど、結局今シーズンのホグデッキはまあ 2.6 ホグとか、あとホグファルチとかで、あとクエイコがね、もうこれですね。はい、ロケホバルキリー型、まあ前シーズン僕もよく使ってましたよっていうデッキが今も使われてますので、まあこれでやっていきたいと思います。でバルキリーは正直ナイトでもいいかなと思うんですけど、まあ対豚とか、あとは火力があるので、まあ、ロイジャイとかジャイとかの防衛もねバルキリー優秀かなというわけで、今日はこちらでやっていきたいと思います。さあよろしく。あのね、久々にまあホグをグッドゲーム使うものの、なんかでも慣れてますね。なんかいろんなデッキ、もうすぐね世界大会をかけた大会があるので、いろんなデッキ触れてるんですけど、ホグはね結構仕上がってますね。なんか普通になんか最近海外の大会でもねちょっといろいろ招待いただいたりとかしてて、そこでねホグを使うんですけど、意外とね勝てたりするもんで、ちょっと楽しいですね。今までだったら大会でね、そこでホグを使うっていう選択肢がなかったのに、ホグを使ってもいいっていう状況というか、ホグで戦えるっていう選択肢が増えたんでね、もうそれだけでちょっともう成長というかね、いい感じではある。さあ今回相手がプリンスホグですね。で柳雨でしたね。柳雨辛いんでね、柳雨な、ちょっとマウント取っていこうかな、あるかな。はい、さあホグ飛ばします。プリンス柳雨のホグですね。まあホグ対決って呼んでもいいのか、ホグ対決です。前歴、これ2発ぐらい入っちゃうかな。いや、どうしようかな、これ。相手、何も出してこないっすよね、結構。あ、オーブンあったっすね。え、めっちゃ美味しいな、このオーブン。食え食ってくださいよ。ケツプリンスとか来たら、ホグ行きたいけど、いや、バルキリープリンスオブヤナメってワンチャン怖いっすよね。なんかもう、持ってかれる香りしかしないっすもんね。これプリンスつけて柳雨ね構えててみたいな感じっすよね。いやそうっすよね。まあテスラが強いのがマジで救い。これアイスピからの助だったかな。いやマジテスラが強いからね。さあテスラに頑張ってもらって、よいしょ。さあ一発入るものの、結局こっからはクエイク削りができる俺の方が優秀だよねっていう。いやーこれどうしようかな。オーブンがどうせ来るよねっていう話。オーブン先置きしてくれねえかな。オーブン出すかな。いや出さない。いやこれロケ砲が一応残っているが逆に行くっすね。いやこれ来るっすね。えぎちい攻めが来るっすねこれ。まあウッドでロケ砲を離してあげて、さあテスラをできるだけ延命してあげてね。テスラマジで最強なんでね、本当に最強だと思います。下方されたっすね。下方されたんすけど、あの本当にあんま変わらんってほぼ変わんないぐらいで強いです。なのでまあテスラは今後使ってもいいっすよね。あのボムタワーも別に弱いわけじゃないんで普通に使えると思うんですけどね。さあいやいい、ここでプリンスを止めながらのテスラが最強からの相手がね攻めたタイミングの攻めてカウンターのホグで、いやクエク打ってもいいっすけどね正直。打たなくてもいいか。で、柳雨使った後なんで、ロケ砲最強で、ちょっと延命してあげたいね。ナイス。いや、これ、ホグ、無理やりにでも行ってよかったかもしれないし、いや、なんなら今からでも行けないこともないけど、ちょっと守ろうかな。さあ、あとも守って勝ちですね。よしよしよし。クエイコグはね、え、ちょっと待って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 。やばい、守って勝ちですね。守って勝ちですよね。え、やばい、待って待って待って。いや、ちょっと怖いやんけ。ライトニングあったんかいっていう。いや、これちょっとヒヤヒヤしてきますね。クエイク削りをしなきゃいけないが、ホグライトニングでさ、絶対的にダメージ受けるやんっていう話よ。テスラにね、壊されたら。さあ、できるだけ延命したいな。うん。高め出して。あ、これやばい。OK、釣れる、釣れる。よしよし、さあ。いや、オッケー。柳雨を使った。
はいはい。でホグ、まあ飛ばしてもいいんだけど、ぶっちゃけもうここまで来たらクエイク削りが可能なんですよ。これクエイクウッド、クエイク、クエイクウッドみたいな、クエイクウッドが360なんですよね。おい、ナイス。255と105で360削るので、まあ、720を2周で回しましたね。ナイス。さあ、よろしく。で、僕がね、クエイクウッド、あともう少し頑張らないといけないのか、守りすぎちゃうんすよね。なんか、1枚、スケアイスピとかやっぱ、1コスだからポンポン出せちゃうじゃないですか。で、出すと、それでなんかね、カウンターいけるのにいけないみたいな。守りすぎちゃってるんですね。それをちょっと気をつけたい。さあ、メガゴザップラバっすね。ラバルかなの矢座。これ勝てたら結構熱いっすけどね。ダグビー？あれ？ジャイプリーっすかね。あー、ジャイプリプリっすね。さあ。まあ、ここはテスラを延命してあげて、テスラもうちょっと延命したい方、したいかな。いやー、テスラがないだけで、このプリンス系結構硬いっすからね。溶かせないんすよね。さあ、ジャイプリプリの矢の雨ファイブザップっすね。矢でしたね。なんし矢なんやろって感じなんですけど、まあ矢だとロケホが生きない。まあですが、ディガーがないことによって、相手にディガー削りされないっていうメリットは僕あるので、まあ矢でロケホ行かれる方がマシかもしれないですね。ディガーでコツコツ行かれるのも結構きついので、そうそうそう。矢でやられるものの、結構回転が早いから、2周目ロケホ。あとは、相手の攻めが別にその分ね、ディガーない分削りがないので。さあ、あとは、ジャイに対しては毎回バルキリーからね、合わせていきたい。このスケ咲かないといけなかったのはちょっと辛いですね。で、ヤナメでもファイボがあるんで、ロケホヤナメで打たれないんですけど、まあどうせファイボでは打たれるですね。さあ。で、突進を防いであげて、スケで突進を防いであげて、三角でしたね、あと。防ぎすぎたかな。相手のプリンス全然来てない。おい。さあ、これ、ホグロケホとかでもいいけどな、端前。テスラ置いて。どうしようかな。なんかホグ飛ばすとさ、プリンスのカウンターが嫌なんですよね、あれ。プリンスで守ってからのカウンター来るから、ちょっとそれが嫌で、今こんななんか こんななんかイモイモしてるんですけど、ホグ使いでこんなイモイモしてるやつあんまおらんやろっていうぐらいイモイモしてるんですけど、まあそういうこともあるっすよね。そういうこともあるっすよね。守ってみようね。守るタイプのホグ使い。いや、そろそろ攻めるわって感じなんだけど、守るが楽しくなってきちゃったな。3が5っすね。違った。まあまあまあ。このロケオでね、ダメージそこそこ入るからね。延命してもいいけどな。無理にする必要もないけど、しとくか。いや、いらんかったっすね。どうせ。いや、まあいいか。なんやねんって感じですよね。さあ、で、これ読みザップ、真ん中ワンチャン来るかもなんでね。あ、でも警戒してる。ガゴ出してるっす。さあ。よいしょ。バルキリコ釣れる？おー、待って、釣れてくれよ。バカバカ。待って、メガゴ痛い、メガゴ痛い。なんかもったいない感じのダメージが入っちゃったね。マジでもったいなさすぎん、今の。今のはさすがにもったいないな。さあ、耐える。テスラバルキリー強いからね。いや、これ、ロケオ残ってるんで、ホグ行くっすね。で、相手が対応したのは、この残ったロケオで回収できる。っていうのが理想。一発入った、デッキー！マジででかい。さあ、これは、ウッドロケオで、矢の雨結構範囲広くてね、右のタワーに当てられるのも嫌なので、ダメージ受けるのね。さあ、これちょっとあれだな。相手の回転が早すぎて、困るやつだけど。冷静に行こう、冷静に。冷静に、いや、このアイスピなんだ。このアイスピ下手だな。さあ、ロケホを使ったね、やな、雨。で、この辺ぐらいで一回ホグ飛ばしとこうか。一回バルキリーがね、刻んでる間に、さあ、ホグ飛ばして、クエイク削りも可能だぜっていう。いや、ロケホがね、めっちゃパーティーしてるね。
やっぱ回転早いから相手が柳目持っててもみたいなね。そうだ、ナイス、諦めた。よいしょ。オーケー。まあ一回手がね、あの柳目外してましたよね。まあそれもでかいですけど、今矢とディガーだったら意外とディガーの方がきついかもしれないですね、これ。そうだ、ナイス。いや、マジで、あんなに盛るんかっていうぐらい攻めずに守ってましたね。でも、なんかクラロワって、まあ、重量級からね、軽量級までこういろんなデッキがあるわけじゃないですか。で、まあそのデッキでも使う人によってはね、こうめちゃくちゃホグを飛ばす人もいれば、もう全然ホグ飛ばさず、もうクエイクデッキね、もう守って削り切る人もいれば、多分いろいろだと思うんですよ。あの、ゴレデッキもね、ゴレめっちゃ出す人と、ゴレ全然出さんやんって人とか、まあ、いるみたいな感じで、立ち回りって結構多分無限にあると思うので、そう、僕はちょっと僕なりのね、立ち回りもちょっと見つけながら、できるとね、理想ですよね。さあ、今回の相手はもう超流行りのね、あれですね。ロイホグ。で、ゴボウリもあって、あとマザニクもあって、みたいな。マジで、このデッキ流行りすぎやろっていうようなデッキなんですよ、これ。すごいっす。えぐいっすよ。マジで、流行りすぎやろっていう。このデッキとね、3連続ぐらいでマッチングしたんですよね。流行りすぎやろって、マジ。まだ、ロイホグやっぱ多いんでね、バルキリー大事っすね。現環境、僕なりに、考えたんですけど、3つ最強がいて、1つロイホグで、1つバルーンで、1つ枯渇ですね。てか、まあ、その3つで回ってるって言ってもいいぐらい、その3つばっかっすね。なんか、まあ、僕の意見ですけどね。うん、なんか、マルチ回してる感じと、なんか、やってる感じ。その3つがちょっと多いかなっていう印象を受けました。丸。そこちょっとあれだな。あの、ロケ投資に働いてもろて。いや、強え。ロケ砲いいよな。大型への防衛マジで強えもんな。テスラも強い。で、今回は、あー、近畿道。いや、いい近畿道だ。最悪、ホグってゴボウリで完封されるんですよ。なんかホグの目の前に置かれるとね、完封されるので、最悪出さないっていう選択肢もあります。うん、ホグ出さずに、もう一生クエイクで削るっていう選択肢は結構ありだと思いますね。はい、クエイクで削ります。ありがとうございます。マザネクロさん。で、ガイモっすね。ガイモして、で、もう一回ロケ砲出して、で、ロケ砲が残ってるタイミングとかだったら、ワンチャン飛ばしてもいいかもっすね。いや、もうガイモっす。芋って、芋って。いや、行きたいよね。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 行かない。いや、マジで、ホグでこんなイモるやつあんまおらんやろっていうぐらいイモります、僕は。もうイモラーのホグ使いとして頑張っていこうかな、今後。よし、ちょっとね。いや、これ強いんだよな、もうこれ突破されないんすよね、結局。いや、あのマザネクだけちょっとやばいけどね。テストで頑張ってほしいな。うっとして、マザネクって結構火力高いんだよね。ロケ砲でもうクエイク削っていこうかな。折りあるんでね。いや、別に飛ばしてもいいと思うんですけどね。もうちょっと。もうちょっとさすがに飛ばしてもいい気もするけど、まあ、飛ばさなくてもいいよねって話ですよね。いや、ロケ砲削る。ナイス。いやー、なんだ俺はこれ。何やってんだっていう。いや、でもね、ファイボ使う。あんまシャシャってクエイク打ってると、気づいたらね、相手のめっちゃ来るっすからね。攻め。さあ。めっちゃ来た。で、ファイブ使った後なんで、これもうフィーバスね。テス、多分。一応なんか、テスラだけ置いとこうかな。ロケオが行かれるのが怖い。うん、ふんふん。まあ、バルキリーウッドあたりでね、正直耐えれるんで、これ来るっすね、相手。そうっすね、これバルキリーウッドが、バルキリーのこの刻みが強すぎる。いや、強すぎる。で、相手ね、ファイアボとか打ったので、もうじゃあクエクね、打たしてもらって。やべ、ホグ俺、出したっけ出したっけっていう試合になってるかもしれないんですけど、ごめんね。ホグじゃねえじゃんってなるかもしれないけど、俺のホグね、ホグじゃねえのよ。ホグっぽいだけなのよね。うん。さあ、で、ファイボーワンチャン来るな。で、クエイク2周っすね。1からの、あとは4枚ね。1、2、3。で、鉄壁テスラ置いて、最後ね、安心安全のクエイクと。まあでも、対戦相手によっては、本当に、ホグを飛ばしたからこそ、カウンター来て負けるとかもあると思うんですよね。だから別にこのクエイク削りは、別に間違ってはないと思うんですね。皆さんもちょっとぜひ試してみてください、これ。さあ、よろしく。いや、マジクエイクね、強えからな、もう。
クエイクが強いですね。もう削り性能高いんでね、ホグ取んなければクエイクっすね。さあどうしようかな。いや初手ホグなんかさ、簡単にトレンドで緊起動されて、もうそっからなんかもうほぼきついみたいな。ちょっと安っからね、ホグ飛ばさずに回します。で削って、いや何も出してこねえな。これロケホーからのホグっすかね。ロケホー出すと大抵なんか出してくるっすからね。なんも、おー、ポイズン。いや、ホグ怖っ。これ遅延スケラなのかな。こんな待ってポイズンってマジレアじゃないですか。いや、遅延スケラだったら、うわー、遅延スケラっぽいな。もうぽいっすよね。僕、遅延スケラって顔してるもんな、これ。マジかよ。さ、遅延スケラなかなかの鬼だが、いや、墓石型、まあ、ワンチャンあるよな。無理せず、無理せずっすね。まあ、トルネあるんでね。いや、ここでさ、これ、地味にやな。まあ、ナイト横ぴょん、からのトルネでキング起動がね。そうっすよね。そりゃそうっすよね。たまたまミスってくれるとか、そんな甘いことないっすよね。はい、しっかりキング起動されていきます。まあ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 、もう防衛の見せ所っすよね。このアイスピがね、LSP とかだったら、あ、痛え、そのダメージ痛すぎる。アイスピが LSP とかだったらまた世界変わるんですけどね。てか、なんでさ、この、アイスイーズが死んだ環境でアイスイーズ使ってんだ。アイスイーズ終わったんだけどな、時代が。さあ、釜振ってもらって、内側だけね、内側だけカバーして、いや、バルキリーいいよ。いいよ。やばい。あー、やめてくれー。それだけでも痛い。で、キングも削ってね。うん。いや、ちょっと痛いよな。ポイズンっていうのが痛いね。スケとかが生きないよね。ポイズンが。さあ、ここちょっと行きます。墓石？いや、取るね。回るね。だが、しかし、次だな、俺。ここで、墓石か？いや、熱いんじゃない？それ、ロケホもある。いや、熱いんじゃない？ちょっとだけ。ちょっとだけ熱いんじゃない？いや、耐えてくれ、耐えてくれ。どれだけ耐えれる？マジ、頼む。やめてくれ。オッケー。いやー、結構耐えてる。結構耐えてる。いや、耐えてるけど、みたいな。これ、テスラでやろうかな。で、タルババ来る。延命してあげてね、これ。テスラ最強なんだよ。うん。さあ、頑張れ、頑張れ。いや、クエイクこれ削ってよかったな。これが多分守りすぎなんですね、僕。うん。いや、このテスラやったか。いや、今のは俺クエイクやったな。ちょっと焦ったな。いや、一回耐えよう。よし。耐えてる、耐えてる、耐えてる。耐えてるよ、俺。耐えてはいる。痛い、痛い、痛い、痛い。入りすぎ、入りすぎ。入りすぎやー、入りすぎやろー。いや、これあれ、ロケホで気づいた。ロケホで気づいた。意外と相手、俺に攻められるときついんじゃないか。さて、攻められるときついタイプ。いや、マジか。いや、延命できない。いや、痛い。ふっ、いや、ワンチャン耐える。スケが神、スケが神。アイスピ、いやー、惜しいよね、惜しいよね、惜しいんだけど、きついんだよね、マジで。施設ってか、これポイズンが良くないですね。ファイボだったらワンチャンスケとかが解けないんですよね。それがでかいよね。
まあ遅延スキラーもう100ゼロみたいなもんですからね。しかもポイズンってなるとまあしょうがないっすよね。さあ、いやー、枯渇が来た。ちょっと反応が遅いね今。バルキリーはね、バレル飛んできた瞬間にポッて出せばゴブリンバレル完封できるんでね、ぜひ皆さんもちょっとお試しください。削っていくよ。やろうけど、でかいぞこのダメージ。いや結構でかいな。しかも残ってるもんな。さあクエイクと混ぜていこうか。いやクエイク、いや当たんない位置だな。いい位置のテスラです。うん、まあ端プリかな。まあ枯渇端前プリンっすね。あれがちょっと強すぎるので端前プリンだけどうにか抑えていきたい。裏っすね。これテスラ回ってないです。まあギャング防衛ロケか。うんうん。うおい、あっつ、あ、え、諦めた。精神崩壊きた。来たよね。今のは俺の4コスホグうまかったのか。うん、まあっていうか、まあ、相手が枯渇で今回ファイボだったんで、まあきついよねっていう。この僕がホグで、このホグデッキで相手枯渇で負け筋はもうロケなんですよ。そのゴブリンバレル通されて負けるっていうのはほぼなくて、もうロケ4発5発ぐらい打たれてロケ削りで負けるんですよね、基本的に負けるパターンとしては。なので相手がもうファイボだった時点でそれがないので相手に勝ち目はねほぼないっすよね。さあよろしく。僕はいらねえぜ。うん、ウッドで削る。うわー、これなえるやつや。これマジなえるやつや。初手で噛み合うやつ痛すぎる。これマジで痛いっすよね。さあホグ飛ばして、コカッちゃんっすね。コカッちゃんインクエイクっとこうかな。インフェ型はでかいっすね。うん、こうやってさバルキリー届くのかな。おお、カマ長いっすね。オッケーってことはインフェなので、まあ回転がねちょっと遅いので、しかも相手バルキリーだ、ナイトでもなくバルキリーインフェで回転結構遅いから、もうホグ飛ばせば入るっすね正直。まあこのホグでもロケで、ロケでそうっすね。あの枯渇プレイヤーね、ホグに対して施設で守って次施設回らない時にロケで守ってくるんですよね。だからそこをこうロケで守ってくるところをいい感じにさせるといいよねっていう。いい感じにね。いやこれクエイク削りしてからもよかったな。さあこんにちは。うん、インフェ裏バルキリーか。いや残るね。残せるんじゃないですか、もしかしてあなた、あなた残んないですか。さあまあインフェ、もうインフェじゃない。いやいい位置のギャングだな、その位置ね。その位置ちょっと良すぎんっていう、良すぎたな。あ、うちのロケ砲は、うちのロケ砲はまあ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 ちょっと頑張ったよねっていう。さあ端前プリーンとロケ削りっすね。ギャングね、クエイクをちょっと避ける感じのね、あれちょっとややらしいっすね。で回転回しつつ端プリ警戒ですね。次はまあさすがにインフェですね。まあ空気削り結構大事になってくるんでね。うん、よいしょ、インフェ。この次っすね、僕がね攻めたいのは。うん、さあまあさすがにウッド使う。でこれ今すぐホグ行くとロケで巻き込まれるんですよね。だから相手にユニット1枚使わせてたからホグっすね。まあロケっすね。うん、そうなんですよね、このロケが強いんですよね。さあクエクでちょっと削りを入れながら、これ多分ウッド使わなくていいな。いやキノコが囲まれる。でこれも気をつけなきゃロケで行かれるので、一旦待ってユニット出させてからのっすね。うん、端前プリン来る？そっちか。相手左サイドっすね。サイド違うのはちょっとでかい。いや、これ攻めウッドして絶対ギャングだな。いや、ロケか。よかった。よかった。いや、意外とダメージ入んないっすよね。うん。
まあ、こっからもうお互いゴリゴリタイムですからね、本当に一生攻める、一生攻めが続く。うん、さあ、いや、いてー、その背中もいてー。これホグからのロケ砲出そうかな。ロケ、ロケか。いやー、もう徹底されるとマジで通らねえっすよね。さあ削るぜ、やりすぎレベルで削るぜ。うっと、待って、やばい。あの子強い、待って、やばい、あの子強い、あの子強い。テスラ、テスラこっち向いて、テスラこっち向かねえやな。いや、うまい、それは。これバレル来るんで完封します。いや、ロケかよ、マジかよ、最悪。最悪すぎん。さあ、ちょっと相手うめえぞ。だがしかし、これ結構あるぞ、ロケを入る結構あるぞ。相手マジでうめえな。ね、さすがにウッド打ってクエイク、あと20秒あるからね。左へあんまり対応しなくていいな。あんまゴブリンバレル隠れてるとかね、やめてね、怖いからね。いや、クエイク打って落ちん、やばい、これ次のロケで負ける。さて、やばい、いや、ロケ回んないこと祈る。いや、これロケット押しで勝った、来た、でかい、キノコ拡散ナイス。いやー、うまいよね。もう施設で受けられてロケで受けられたら全然通んないから。いや、マジで最近コカ使いうめ。はい、というわけでホグ企画ね、22日目、今日やってったんですけど、あと少しのね、なんかこう詰め方というか細かい部分をどうすればね、もっと上手くなれるのかが分かんない状態なので、ちょっとその辺もしっかり考えつつ、もう終盤はね、ちょっといろんなプレイヤーにね、フレーバーと送ったりだとか、まあそんな感じでね、ちょっとやっていけたらなと思いますので、皆さんもぜひこちらクエコグ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。